ントリーナンバー4ダティン・ハルヨロー様資産1兆円石炭王の妻のこだわりハウス世田谷の閑静な住宅街にひときわ目立つ豪邸これがマダムローの城どうしたいませよろしくお願いいたしますどうぞお入りくださいませ、はい、門を入ると目に飛び込んでくるのはイタリアから直輸入した噴水そしてお金持ちの家の定番陶器の犬がお出迎え気になるお宅にお邪魔すると大理石の床に白を基調としたモダンな内装外には陶器の犬中には陶器のヒョウこちらはイタリア製10年前総工費3億5000万円をかけた100坪のご自宅間取りは QLDK そこにはマダムこだわりのインテリアがシャンデリアはこれはあの確かイタリアからかしらクリスタルで作られたまばゆいシャンデリアはイタリア直輸入応接室に置かれたテーブルも全てイタリアから直輸入した大理石製気になるお値段はお品物がよろしいかどうかっていう感じですからあのあまりお値段の記憶は定かでないんですけども、はい、そしてここにもお金持ちの象徴がご友人の画家があるパーティーでの様子をお描きになったものあるパーティーの様子この時はのビザンチン皇室の当番参会でございましたね、はい、合計券桁違いのプレゼント至る所を高級品が埋め尽くすマダムの家、うん、素敵それもそのはずマダムのご主人は私のハズバンドダトーローでございますこれはあの爵位の称号でございましてダトーという爵位をいただいて男性をダトー爵位の女性をダティンと言いますのダトーマダムも爵位を持ちはいダトーロー氏はあの経済誌フォーブスで億万長者に番付けされるインドネシアの石炭王その資産は1兆円とも言われているセレブな石炭王と日本人のマダムお二人の馴れ初めは知りたい私が学生時代に講師として外国の方に日本語を教えておりました時にたまたま彼が生徒として入ってまいりましたこの時ご主人はただの生徒の一人だったがその後航空会社のキャビンアテンダントとなったマダムは乗客として乗っていたご主人と運命の再会を果たすことに彼があの飛行場に迎えに来てくださったりなんかお花を用意していてくださったりしたものですから熱意にほだされたマダムは交際から1年半でご結婚ご主人のどういったところが魅力でいらっしゃったんですかいや魅力なんもございませんけどもあれはグイグイ押すというところですかこうだったんでしょうね私は全く結婚の意思はございませんでしたし、なんか自然にそうですね結婚の意思ない現在はご自身も大手重機メーカーの取締役として世界を股にかけさらに被災地の支援活動にも力を注いでいるというマダムそんな多忙なマダムとご主人だからこそもともと東京にこの家は仮と言いまして日本に来た時だけのお家だったんですけども現在インドネシアにオランダ様式の本宅のほか同じくインドネシアカリマンタン島には未来的住宅シンガポールにはリゾート風の別宅オーストラリアには高級ゴルフ場付きコンドミニアムどんなにあるわそして日本で物置にしているセカンドハウスと世田谷のお宅と合わせ6軒も所有さらにすげーこれはね主人が私にあのお誕生日プレゼントだったと思うんですが、はい、あの無人島をプレゼントマジで資産およそ1兆円のインドネシアの石炭王の奥様主人が私にあのお誕生日プレゼントだったと思うんですが、はいあの無人島をプレゼント、なんと無人島を丸ごと購入ライフラインから家使用人に至るまで
全てマダムのために一から揃えたという。さすが石炭王。どんだけ愛されてる。さらに他にもなんとオランウータンを保護するためだけに新しい島を購入。石炭王が惚れ込んだオンリーワンの一品であふれるマダム自慢の豪邸、皆さん羨ましいですか。もう素晴らしいですね、はい、ここはもうちょっともう別格。旦那さんのことに対してはそんなにあんまりなんて言うんですか、魅力がないとかおっしゃってたけども、あのなんかお花とかいろいろ送ってくださったので、なんかそのお礼にじゃあ結婚しなきゃ悪いかしらって感じ。お礼に結婚そんな感じ。お礼婚っていうんですか。お礼コンってなんか島のなんか近未来のあれだ。あの家、あの家、これカリマンタン島近未来。ほら真ん中に馬がこうやってまして、馬があこれはあのエントランスですね。これ玄関なの。そうでございます。このリビングから見る海の景色最高。ここで洗濯物干したらすぐ乾くちゃんとお洗濯する方とアイロンかけてくださる方がちゃんとおりますので、はい、お外に干し、あの冗談です。今日はちなみにどういった、指輪とか。今日はあの全てダイヤで。すごい。このダイヤは何カラットとか。10何カラット。10何カラットってあるの。あります。10何カラットこれもう1個ですよね。はい。お値段とかいうのはちょっとお値段は分かりませんけど。分からない。